中心街のメインストリートであるラッセル通り、中心街のループ中央事業地区、オレンジバーグ。これは市民の優秀さを認識し、奨励するものである。市民、政府、企業、非営利団体が街の重要な問題についてうまい解決法を示して、成功した場合に表彰している。2007年、オレンジバーグ市ではサウスカロライナ州立大学キャンパスにある、 マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア公会堂で初の民主党アメリカ合衆国大統領選挙候補者討論会を開催した。当時のアメリカ合衆国上院議員バラク・オバマが参加者の一人だった。オレンジバーグ市にあるアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定された建造物などとしては次のものがある。アメリカ合衆国国政調査局によれば 地域全面積は8.3平方マイルであり、このうち陸地8.3平方マイル、水域は0.0平方マイルで、水域率は0.12%である。オレンジバーグ氏は、市政委員会、マネジャー方式の政府を採用している。一人の市長と六人の市政委員で構成されている。市長は無党派で、全市を選挙区とする選挙で、4年任期で選ばれる。市政委員は、 やはり無党派で小選挙区からそれぞれ選ばれている。任期は4年間であり、2年ごとに半数が改選される。市政委員会が立法府であり、専門的な管理官から提案される政策を決める。管理官は市政委員会が雇用する。管理官は条例で与えられる市政府の部門を管理することで、 市政委員会の政策を実行させる行政部門の長として行動する。セントポールズユナイテッドメソジスト協会以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。下表はオレンジバーグの6種の犯罪に関する犯罪率であり、モーガンクイットノーが人口1万人あたりの率を算出し、アメリカの最も危険な都市ランキングに使っている。この統計は 実際の犯罪件数ではなく人口あたりの数字になっている。エディスト記念庭園には過去と現在の賞を獲得した全米バラセレクションからのバラが見られる。少なくとも75種のバラ4000本ほどが常に展示されている。この場所は1920年代に護衛館の土地に筒子を植えて開発したのが始まりだった。1922年に遊戯場が孵加され、 1947年には温室と苗床の設備が加えられた。季節により美しさを広げるために1951年に最初のバラ園が植えられた。現在150エーカーの土地にミニチュアやグランディフローラからクライマーまで50章以上のバラが見られる。IP スタンバック博物館とプラネタリウムは大学理事会の議長にアフリカ系アメリカ人として 初めて就任したイスラエルピンクニースタンバックにちなんで名付けられた。1970年代初期のサウスカロライナ州立大学図書館の地下室に期限がある。大学のキャンパスにあり、地域社会へのサービスに関わっていることを示している。展示場は州内でも最大級である。40フィートのプラネタリウムドームはギャラリーに隣接するホワイエの向かいにあり、82席あり、 ミノルタイアイビープラネタリウムプロジェクターを備えている。この建物は障害者でも容易にアクセスでき特徴ある可変設備によって多くの種類のプレゼンテーションが可能である。オレンジバーグバラ祭りはオレンジバーグの発展を促し市民の生活の質の改善を進める方法を求めていた市民団体が描いたビジョンとして始まった。そのビジョンによって1972年に 最初の祭りが開催された。クレーターオレンジバーグ商工会議所がその初回の唯一のスポンサーだった。現在はオレンジバーグ市とオレンジバーグ軍商工会議所が共同スポンサーになっている。この祭りには川のレース、バスの手づかみ選手権、バラのプリンスページェント、その他様々なスポーツの選手権などの行事がある。オレンジバーグの冬、アメリカ合衆国南東部から アライグマのハンターが集まり、グランドアメリカンクーンハントを開催している。毎年1月初旬にある、史上、国内最大のアライグマ猟犬の大会、世界クーンハントの資格付け行事がある。この犬、展示物、見せ物と音を見るために数千人の監修が集まる。タイムズデモクラットオレンジバーグ地域の日韓紙、オレンジバーグ地域の気候は、比較的高温であることと、 年間を通じて均等にある、降水量が特徴である。欠片の気候区分によれば、温暖湿潤気候、略号は CF である。ありがとうございます。